NCK 何何 N は大きいね、はい、N-1C、うん、はい、これを証明してください。できますか？2人ともできますか？あなたたちも聞いていいよ、もちろんいいよ、全然。あなたたち無理です。1年生は絶対無理です。もう意味不明です。こっち側の人はみんな聞いていいですよ。こっち側の人はみんな聞いていいです。でこれを証明しなさいなんですけど、2種類あります。で1種類は計算です。でも一応計算をした方がいいと思います。でそこでですね、計算はヒントが必要ですから、まずですね、 6C2 とは何ぞやと考えます。 6C2 というのは6、5、2、1ということは分かりますね。ですね。で、これは6階乗4、3、2、1をまず4、3、2、1で割ってますよね。したら6、5になるでしょ。分かりますね、これ。したあとこれ2、1ですね。分かりますね、これとこれ同じですよね。そうでしょ、4、3、2、4、3、2、1。で、なんでこんなことしてるかというと、これ6階乗にしたいわけですね。6階乗。でここの部分は4階乗ですね。そしてここは2階乗ですね。だからなんか見たことあると思うけど、階乗で全部表してみようと。 6C にはこうなりますと。いいですね、いいですね。それで、あとこの6と2を使おうと考えたら、これってこうなりません？ 6-2 の階乗。いいですか、わかります。だからよくこんな急に書かれて意味が不明なんだけど、こういうふうになってる。だからここが6階乗でここ使って、ここが2階乗でここの 6-2 がここに来ると。したらこれできますよ、できるでしょ、同じでしょ。このルールにのっとっていくんですよ、このルールに。いいですね。そうすると K はいいとして、まずこれ左辺と書くんですね。左辺で K はそのままですけど、上に来るのは N 階乗ですよね。でしょ。してここは K 階乗ですね。してここに来るのは何だろう、このルール。そう、 L-K 階乗だね。これいいですか、はい、ついてきてます、見えます。見えないな、見えるけど、まあこれいいですね、これいいですね。今のステップいいですか。まずこういう簡単なやつから考えて、こういうふうに置き換えていきます。で、一応左辺はこうなりました。そして、まあ、これやっていいのかしらけど、この K と K 階乗を約分したら、K-1 階乗、N-K 階乗、N 階乗、これ分かりますか？ほら、こことここのところで、例えば10と10階乗ってなったとするよ。そしたら、これって19876…1で10だから約分されて、結局これ9階乗なんでしょ。でしょ。だからここが K と K 階乗やけん K-1 階乗約分されて、ついてってます。いいですね、わか、大丈夫ということです。でまずちょっとできる限り頑張ってみよう、こういうことをしています。で次ですね、じゃあ右辺です。右辺もちょっと頑張ってみよう。右辺はこのルールでいくと N はそのままですが、はい、分母は何ですか、このルールでいけば。 そう、 L-1 階乗だね、はい。ごめんなさい、分子はですね、じゃあ分母は N-1 階乗、ここは2階乗でしょ。でもここだから、そうね、適当に言ったらダメよ。これついて、わかりますね。で、次は N-1 階乗で N-1-K-1 だよね、の階乗だよね。これからこれだから、これからこれだよね。あ、ちょっと延長します、いいですか。で、こことここかけたら N 階乗ってわかりますか。これかけ、これは、あ、わかんないね。例えば10かける
10-1 階乗は 10×9 階乗ですね。わかる。で、10、9、8、7、1でしょ。そしたらこれ10階乗ですね。わかります。消してよかったかな。大丈夫か。だからね、ほら、10-1階乗と10だから、で同じで N-1 と N だから、N 階乗だね。いい。で、これ、こうなります。で、ここはあと計算ですね。K-1 階乗。そして、ここが、-1、-1 だから、1が消えるよね。で、結局、N-K 階乗だね。わかります?ついて。そしたら、同じになったよ。左辺と右一緒ということで OK っていうのがいいですか。でメモります。で一応もう一回さっきのダイジェストで消してやったけど、あれだよね、これね、 N×N-1 階乗は N 階乗です。まあ公式じゃないんだけどね。例えば 10×10-1 階乗は 10×9 階乗だから10階乗、これ重要ですね。それとあと、どこだったかな、これか。K と K 階乗だったら、これは K と K、K-1。まあ、これ、K 階乗ってこうなるよね。K 階乗って K×K-1 なんだよね。わかるかな、これ。わかんないかな。例えば、10階乗だったら、10×10-1 階乗。っていうか、まあ、9階乗でしょ。10×9 階乗だから。だから、一応これ約分されて、ここも、あ、すいません、これ入らなくて、K-1 階乗分の1と、こういうふうになりますよと。っていうのが、ちょっとこうなってるんですけど、こういうのがもらって、こういうふうになってますよということです。いいですね。したら、じゃあ、これを一応メモってください。はい。もう一つの解き方を言うとですね、実はですね、これはね、N2 から K に選ぶところですね。したらですね、どうするかというとですね、ちょっと後で書きますと、N っていうのを1億としましょう。1億人から、国会議員の数何人ですかね。1億人から、まあ内閣は一応20人ぐらいしましょう。なんとか大臣とかいろいろ、大臣とかいますね。わかりますね。で、ここは20通りになりますね。そうですね、 KK が20で N を1億にしたら、で1億でこれは1億かける意味不明でしょうけど、で N は1億引く1、まあ、別にまあ気にしないですよね。何をしようとしてるかというとね、してこれは20引く1です。でこれどういうことかというとですね、まずこれで、ね、1億人から20人大臣が選びます。大臣で、その大臣の中の誰かが総理大臣になります。わかりますよね。そうでしょ。世の中って今1億2000万いるんですよ。日本は1億2000万いるんですけど、大臣って、まあ、本当は十何人だと、20人もいないよね。少子化なんとか大臣とかいっぱいやって20人選ぶと。でその20人選んだ中から誰か総理大臣になりますね。じゃあ次こっちですね。でだからこれ今の日本です。じゃあ次これ日本、全部1億人の中から誰かが総理大臣になります。これは嘘じゃないよね。これは今安倍さんですけど、君たちは君たちになれないね。残念やけど。だけど一応その1億人ぐらいいるんじゃない。子供少ないから2000万ぐらいでしょ、子供って。まあ、何人いるか知りませんけど、本当のことは知りませんけど、とりあえず1億人誰でも総理大臣になります。いいですか。でその1億人からその人を聞きますよね。聞きますよね。その大臣なんでしょ。要するにどういうことかというと、1億人からその例えば君が総理大臣になりました。総理大臣に聞きます。その中から19人他の閣僚を選びます。文部大臣とか。そしたら一緒でしょ。これはもう日本でしょ、今。わかります。今の日本ですよね。ということは一緒じゃないですか。という説明をしていいです。これで丸です。今の話術を変えたら丸いです。意味わかります。だから、これはそうなんです。だから今の内閣という制度、内閣で書くってこう書くんですか。内閣という制度を考えたときに、まず最初にここで閣僚というんでしょ。閣僚を先に選ぶ。でそこから総理を選ぶ。総理大臣を選びます。
というやり方ですね。総理は20人のうちの誰かがいます。でこっちは先に総理を選ぶ、まあ、大統領を選ぶみたいなもんですな。総理を選ぶ、でその総理を除いた人から、そうやね、総理を除いた人、人から他の閣僚を選ぶと。そしたらこれ日本一緒ですよね。ということになります。そしたら等しくなりますね、ということになります。わかりました。わかんない、いや疑問言ってください。わかる。まず日本人全部から閣僚20人ぐらいあります。でその20人の中で総理になる人が誰か1人いますでしょ。でこれは1億人の中から総理を選ぶ、だから1億通りあります。総理になる、わかる、1億通りある。でその1人選んだやつから閣僚19人を選びます。わかりますね。これは1億人の中から20人を選んで、その20人から、だからまあそうね、1億から20人を選抜して、そのうち1人というふうに持っていく。で、こっちは1億から1人を選び、あと1億引く1人から19人を選ぶ。そしたら20人の閣僚同じでしょう。ということです。わかりましたか？漢字だけ難しいですね。疑問ありませんね。ということでメモってください。